はいどうも、こんちゃのいちです。今日は厳選恋愛アニメ10選ってことで、今日はめっちゃ厳選した恋愛アニメの中から10本発表していきます。はい、これあくまで僕のランキングです。なので、はい、10位の中に入ってなかったアニメがあったら、ぜひぜひこれはいいよとコメント欄で書いてほしいです。はい、このアニメもいいよと書いてくれるとありがたいです。あくまでアニメ語ろうぜっていうあのコーナーなので、まああの批判とかそういうのはあんまりしてほしくないです。僕は単純にこのアニメはいいよとおすすめしたいだけなので、よろしくお願いします。それでは第10位から発表していきましょう。第10位は五等分の花嫁。はい、なんで五等分の花嫁が10位なのと、まあ、思ってるそこのあなたいると思うんですよ。僕原作はものすごっつえぐいぐらいにも好きです。あのなんで漫画13巻まで持ってるんですけど、アニメのさ一期あれ満足できる？俺満足できないのよ。だからっていうねあれなんですよね。やっぱまだ2期公開されてないんで何とも言えないじゃないですか。なんかその1期じゃこう満足できないなっていうところで、まあちょっと10位になっちゃったっていう感じです。でもまあこれからまあ2期が公開されて、まあどうなるのかっていうところですよね。まあ、そこはまあでもストーリー的にはもうものすごいいい作品なんであれなんですけど、まあ1期じゃ満足できなかったと僕の不満です。ただの不満です。はい、行きましょう。第9位行きましょう。第9位はかぐや様ご暮らしたい。かぐや様ご暮らしたい、めっちゃいい。これめっちゃいい。これもちょっとね1期じゃ満足できないと、2期公開めっちゃ待ってるんですけど、なんていうかね、やっぱ恋愛バトルっていう新たな観点からの、まあ、アニメ作品で、正直になれない2人最高です。はい、心の声最高ですと。これ本当にギャグと恋愛をかけたようなアニメで本当にいい作品です。はい、最高最高。はい、次行きましょう。第8位は天気の子。はい、これ映画です。映画で入賞しました。はい、天気の子下すぎじゃねみたいなね思ってる方いらっしゃると思うんですけど、もう天気の子よりいい作品ってもういっぱいあるんですよ。あれ映画だからあれでしょ。ただね、アニメ作品っていうのは映画で公開されてないだけであって、もう本当にめちゃくちゃいい作品とかもマーシあるんですよ。だから、まあ、天気の子はこの8位となってます。はい、これなんで8位か、まあで何がいいかっていうとですね、まあ、不満ポイントが一つあってですね、まあ、それが、まあ、ラストシーンですね。ラストシーンちょっとね不満ポイントがあると、まあ、いうことで、まあ、ちょっと順位が下がってしまいました。ただですね、穂高少年がヒナに向かって走っていき、俺はヒナがいいというこのセリフ、あそこで僕は、感動しました。めちゃくちゃいい作品です。新海誠さんありがとうございますって感じの、もう本当に何回見てもね面白い作品となっております。はい、もうこれ携帯で見れるようになったらもう絶対もう見てくださいね。はい、行きましょう。第7位はさえかの。うわ、もうこれマジで最高っていう感じの、アニメです。はい、一言で言っちゃうとこれハーレムアニメなんですよ。もう結構ハーレムアニメで現実からかけ離れてるんですけど、ただのハーレムっていう感じじゃないんですよ。もうだから、なんというかやっぱ、ひたすらに真面目なんですよ。主人公がもうひたすらにまっすぐな、真面目なアニメなので、もう本当に面白い。見ててもう本当に面白かった。うん。世界観も好きですね。だからもう本当にこの作品も見てほしいです。やばいっす。はい、次行きましょう。第6位は、からかい上手の高木さん。はい、これね最初はねただのなんだこれからかってるだけかよと、まあ、そういうアニメなのかなと思ってたんですけど、もうだんだんともうなんか良くなってく。何これめっちゃおもろいやん、そして高木さんクソ可愛いやんけーと、声優誰やねんというぐらいまで行っちゃいました。行っちゃってるって感じなんですけど、本当にね、いいです。マジでいいです。だからこれは本当見てほしいです。はい、絶対見てください、絶対見てくれよな。はい、次行きましょう。第5位は君の名は
やここで君の名は来たかと、はい、あの君の名は第5位なんですけど、ま、映画ですね、はい、これは本当に好き。もうね3回ぐらい見たんだけど、もう本当に好き。だってミツハがさ、もうなんなのあれ、ミツハもう可愛すぎじゃねもうミツハ可愛すぎじゃねって俺だけそれ思ったの。いやすごくいい。でもラッドインプスも最高だから、本当にね泣けるし、すごいいい作品ですね。これは本当に多分見てる人多いと思うんですけど、もう一回見てください。はい、第4位は、もうこの辺からもう本当に順位つけるの難しかった。もう全部1位やんと、もう10位からそうなんですけど、もう全部1位やんという感じでした。はい、第4位いきましょう。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。はい、これも最高最高サイ&コウノスケ。はい、もうこれはもう今すぐ見て、あのこれ恋愛アニメランキングとか見てなくていいから、今すぐ俺帰り見てきて。はい、これね春にね、3期放送されるんですけど、マジで最高。いやー、なんというかね、こういろんな感情がこう挟まってるような作品だから、もうすごいね、こう誰に対しても、まあ、ちょっと共感できるような感じですね。はい、いろんな感情が含まれたような作品です。めっちゃいいです。はい、あの由比ヶ浜ゆいちゃんっていう人がいるんですけど、可愛すぎます。ありがとうございます。はい、あの第3位いきましょう。第3位は、4月は君の嘘。はい、こちらバチクソ泣けます。バチクソ泣けます。はい、本当にこれ泣けます。で、もう本当に純粋な恋愛アニメだなと思ってます。はい、本当にいい、本当にいい作品です。はい、これねよくね、あのコメント欄とかであるんですけど、もう記憶を消してもう一回見たいと、それくらいいい作品なんですよ。もう感動の感動の感動のエンターテインメント作品、もう多分一番泣いた作品これだと思います、マジで。もう今でももうだから感動シーンを見ただけで泣けちゃうぐらいの、もうやばい作品、えぐい。なんでもう本当に見てみてください、これはお願いします、見てください。はい、次行きましょう。第2位はリゼロ。いやー、これはいい、これはいい、もういい、良すぎる、スバル最高。はい、リゼロ、まあ、これ結構有名なんで見てる人は見てると思うんですけど、見ました、もうその作品見ました。何を余ったれてるんだと、お前2回3回見て見たと言えるんだろ、それでもまだ見足りないんだぞ、お前はこの作品をどれだけ愛してるんだ。俺はもう名言シーンをね見ただけで、うすげえ、ほうほうリアフォーって来たんですけど、いや何がいいかって、まずスバルの性格がめちゃくちゃいい、そしてあの世界観が好き、そしてエミリアさんがマジで可愛すぎる、そしてレムが可愛すぎる、全部がもういい。これ見た人は絶対にアニメにハマります。もうそれくらいもうこう引力がすごい、なんというかもう引きつけられるようなものすごくエグいのがこう来ますね。ギャグと恋愛と、もう単純にまっすぐこう向かっていく夏木スバルが最高です、最高です、最高です、もう一回言います、最高です。もう本当に、絶対にもう見てください。1位とこれもう迷いました、迷いすぎてマヨラーです。はい、見てください、お願いします。はい、第1位いきましょう。第1位は青春豚野郎。やはりここで青春豚野郎来たかと。いや、これを探してる人はいたんじゃないですか、これどこで来るんだ、え、これ来ないのみたいな思ってた人いるんじゃないですか。いや、これ1位っすよ、なんで1位かって、もう本当にねリゼロと迷ったんすよ。内容もすごいし、中身っていうかその内容もすごいし、もうそのま、あの世界観とかも全部好きだったから、もう本当に迷ったんですけど、これはね、まあ、完結してるということで、まあ、1位となりました。最後の最後の最後のあのシーン、本当にな、いいですね。あの終わり方本当に好きです。やっと分かったと、あ、なるほど、こういろんな感情が含まれたような感じです。この作品はですね、思春期症候群という、
まあ、謎の症候群があるんですよ。まあ、それをこう一つずつなんというか解明していくというか、なんというか言葉で表すのは難しいんですよ。ものすごくもうそれぐらい内容が凝ってて、すごい見てて楽しいし、もうなんか純粋な恋愛感が本当に好きでしたね。ちょっと悲しくなるポイントとか結構多いんですけど、もう最後はもう全部総まとめでの感動できると、まあ、いうものすごっつい作品です。でこれ見たとまたコメントあると思うんですよ。いやこれ見たから、もう俺この作品っていうか、まあ、もうランキングのもう入ってるやつ全部見たから、うん、満足するな、おら満足するな、おら何のためにこの俺はランキングを作ってると思うんだ。お前がもう一回見に行くためだよ、おい。もう一回見に行きなさい。分かったか、おい。言っちゃってる？もうだから10位まで発表した、アニメっていうのは、もう全部2回以上、3回以上行っても、もう何周、周回してください。ゲームと同じ、周回。それ、周回して、面白さが出るっていう、作品なんで、一度見たという方でも、もう一度見に行ってみてください。二度見たという方も、もう一度見に行ってください。三度見たという方も、四度見に行ってください。四度見に行った方も、もういいわ、もういいわ、もうええわ。はい、ということで、この動画が良かったよという方は、ぜひぜひ、コメント、そして、高評価、ぜひぜひお願いします。チャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。はい、僕、もっと恋愛アニメに対して作品知りたいです。あと、恋愛じゃなくてもいいです。このアニメいいよとか、クラナドとかあるよね。俺まだあれ見たことないんですけど、あれも本当にいいアニメって聞いてます。はい。その他のアニメも、ぜひぜひ、書いてほしいです。はい。知らないアニメ、たくさんあります。はい。もう本当に、もう今日はだからさ、そういうのじゃないの。アンチとかさ、そういうのじゃないのよ。僕は、アニメ語ろうぜ！そういう、もうなんか、なんというの？僕もちょっと純粋な気持ちで作ってるから、単純に皆さん、好きなものをコメント欄に書いてください。それで僕、返信します。はい。よろしくお願いします。僕ね、3次元も、2次元も、好きなんだ。だからこそ、一緒にアニメを語りたいと。有効なんです。よくわかんない。はい、ということで、コメント、絶対にコメントしてくれよな。ということで、はい、次回の動画もぜひぜひご覧ください。うっぶーい。